揺らり揺れて走る電車感情と傘を置き忘れた問い合わせ電話の声は抑揚のないアナウンスだけ僕の中にある正解はまだわからない急がなきゃいけないのそれさえもわからない大きな声で泣きじゃくって吐き出しちゃえ全部全部誰かとごちゃ混ぜになっちゃうからもう置いてきて